どうもこんにちは、新米クッキングのひかです。今日は料理をする前にお見せしたいものがあります。なんとこちら、じゃじゃん、ゴースト・オブ・ツシマ・ピース・フォーのですね、こちらですね、面白いですよね。自分もこれをやっていてハマってます。坂井陣がっていうキャラクターがバッタバッタと結局ね、やっつけるゲームなんですけどね、まあ、このやり方も、チュートリアルとかあってとっても分かりやすいゲームとなっています。ぜひ皆さんももし PS4 を持ってるんでしたら、こちらのオートを映してもやってみてください。とにかく面白くて、グラフィックもいいし、操作性もいいし、ストーリーもよくできてますので、やってみてください。はい、じゃあ料理の話に戻したいと思います。今回もですね、簡単なのに美味しい料理を作っていきたいと思います。レトルトをベースにした料理となってますね。はい、第3弾としては酢豚を作っていこうかと思います。こちらですね、酢豚、日本ハムが作っている中華名菜というものですね。酢豚、玉ねぎとお好みでピーマンも加えた、簡単にできるって書いてますね。こちら美味しそうだったので、決めました。あんましお家で中華っていうのはやってないので、作ったことがないので、まあ今回は中華が食べたいっていうところからこれに決めました。はい、では調理をスタートしたいと思います。ではどうぞ。はい、材料の紹介をしたいと思います。まずこちらの酢豚です、ね、あとはピーマン2個に玉ねぎ1個でできると書いてますので、こちらでやっていきたいと思います。はい、材料を切っていきたいと思います。玉ねぎからですね、はい、これは大きく4等分ですね。ちょっと大きいかな、こちらの4等分かな、ちょっと切るの忘れた。4等分とか中心ですね。ピーマンも同じように、これでこれで大きくですね、食べ応えがある。ちっちゃい切ると食べ応えがなくなってしまいますので、もう切って、こんぐらいだ。こんなもんでしょう。これちょっと大きいか、ちっちゃくしよう。はい、材料はこんな感じで切りました。はい、次に具を炒めるって書いてありますね。フライパンに大さじ1の油を入れ、本品の具と玉ねぎ強火で3、4分炒めてください。好みでピーマンを同時に加えてくださいって書いてますね。はい、やっていきたいと思います。大さじ1の油ですね。
ここは測っちゃいましょうか。中火で炒めていきたいと思います。ちょっと玉ねぎ大きすぎたかな。でもいいよ、歯ごたえがあるから。温泉品の具材って書いてますよね。こちらになりますね。加えていきたいと思います。中身は何だろう。あ、人参と豚肉が入ってましたね。タケノコも入ってました。はい、こちらチャッチャチャッチャで炒めていきたいと思います。ちょっと大きくしますか。こんな感じかな。よっよっ、こんな感じですね。もうちょっと近づけてもいいかな。こんぐらい近づけてみましょう。3、4分炒めて書いてますね、強火で。もう常にかけ混ぜておかないと焦げてしまいますからね。はい、野菜に火が通りましたのでソースを加えていきたいと思います。このソースはですね、落ちず作れませんよ、きっと。どっからっけ、こっちからか。中火で、中火で炒めてくださいって書いてありますね。中火で炒めておきます。酢のいい匂いがしてきました。一本間絡めたいと思います。はい、完成しました。こんな感じになりました。見えますかね。見えますね。はい、今度は盛り付けにかかりたいと思います。はい、盛り付けたいと思います。ちょっと肉が隠れてますね。よし、こんな感じですかね。完成です。